はい、こんにちは、タクです。今日はね、久しぶりにちょっと雑談をやっていきたいと思います。えー、まあ最近ね、ちょっと動画が結構遅れてて、本当ね、楽しみにしてくれている方にはね、申し訳ないと思います。すいません。で、まあ今日はね、あのー、まあ最近ね、あの動画が遅れてるし、 えーまあ、投資の話もしないし、まあ、どうしたんだろうなって、まあ、思ってるくれてる方もたくさんいると思いますで、えー、まあね投資はね正直株がもう高いからあんまりねやることがない自分はね個人的に株価が安い時に、あのー、大量に買って高くなったらポジションをしまうっていうトレードなんでこういう株価が高いところであまりねやることがないんですよ うん、もちろんね、その信用とかでね、あの短期売買とかも全然あるんですけど、ただね、そこまでね本気ではやってない、うん。もう株価が高いからね、そこまで本気ではねやってないんですよ。だから投資家としては、まあぶっちゃけ暇、<laughs> 暇すぎて、もう投資家どうなんだろうって思ってしまいます。うん、今年は暇かな。で えー、じゃあ、じゃあなんで投稿してないんだよって思うかもしれないんだけど、えー、まあ、あの、本業がね、もちろんあって、本業もやっています。で、えーまあ、本業もやってるんだけど、それ以外に他のこともやってて、自分、自分はね、あの、あれなんですよ、あの、会社員、えー、自分のビジネス、まあ、いろいろ、 やってるんですよ株為替仮想通貨いろんなことやっててえー、その何だろうなその別に YouTube やってるのはあのそのなんか副業の一つなんですよだからそこまでねあの優先度が高くなくて自分の中でだからうーん他にねやることがいっぱいあればどうしてもねその投稿の頻度とか ってていいうのは落ちてしまいます、まあ、もちろんね YouTube 本気でや,やられてる方いっぱいいるんで、まあ、そういう方はねそれでいいと思うしあとね事務所入ってる人ね、まあ、事務所入ってる人とかねまあどれぐらい取られるのかな半分ぐらい取られるのかな事務所入ってる人って、まあ、売り上げアドセンス収益の半分ぐらい取られるからそんなねうまみはないんですけどまあなんかねみんな事務所入りたがるよね うん、でまあそういう人たちは必死なんだろうと思うんですけどなかなかね飽和してるこの状態であのなかなかきついと思いますよでまあ最近ねあの真穂と真穂と元 YouTuber 真穂とみたいなねあれちょっとバカなことする人もいるからあのわかる 若者に超人気だった真トがね、ちょっとバカなことしたりするからさ、あの、余計ね、イメージが悪くなっていうところはありますよね。うん。まあ正直、あの事務所入ってる人らはね、もっとこう、なんだろうな、その、YouTuber をもっとこう、教育した方がいいですよね。うん。なんかね、バカなことばっかりしてね、よく問題起こしてね、あの、まあ正直ね、 まあ、なんだろう。モラルがないなと思いましたね。まあ、そういうのもあったりして、もう、どちらかというとね、見る派になってた。どちらかというと、見る派になってて、まあ、仕事も忙しくて、なかなかね、更新できなかったというところあります。あと、まあ、最近ね、趣味をね、作ったんですよ。ここからちょっと雑談が広がっていくんですけど、趣味を作ってね、趣味、趣味なんだと思います。 えっと、自分ね、動画であげたのかなまだアップロードしてない、アップロードはしたけど、あの公開にはしてない可能性あるんですけど、あのこの動画ね、撮ってる時点では。あのまあ、趣味を始めて、えー、作りました。まあ、その趣味って何かっていうと、まあ、い,いくつかあるんですけど、まあ、その一つとして、まあ、最近ね、あの、あれですね、あのクロスバイク。クロスバイクに乗って、えー、出かける。 これが趣味になってますまあクロスバイクねあのー、まあの乗られてる方もいると思うんですけどまあクロスバイクだけじゃなくて何ていうのあのー、ああいうね、えー、自転車関係乗ってる人いると思うんですけど楽しいっすよね自転車うんなんかこうなんだろうなあのー、こう子供の頃に乗ったね自転車まあ 昔の自転車と今の自転車は違うし、クロスバイクは、ね、もっと軽いんですけど、なんかそのね、自転車でこう遠くまで行けるっていうね、うん、それがいいですよね、うん。全然ね、50キロぐらいあの、距離ね、距離50キロぐらい、えー、走りますね。でもね、50キロ、片道50キロぐらい走ったらね、まあ、往復100キロぐらいなんですよ。まあ、体力的には全然行けますね。うん、2時間、 2時間ぐらいかな、2時間ちょっと、2時間半、3時間もかかんないけど、2時間何十分ぐらいかな、ずっと自転車乗ってるんですけど、まあ、楽しいですね。うんまあ、自転車のなんて言うんだろうな、この風を切る爽快感とかね、あったり、あとはね、うん、なんだろう、こう、いい運動にもなるしね、あと、そうだな、 まあ自然の中を走れたりね。まあ非常に楽しい、楽しいですよね。うん。まあ50キロぐらい全然行きますね。30から50片道ね。全然行きます。なんで、まあどこまで行けるかというと、まあ、ぶっちゃけね。ぶっちゃけ、あの、まあ横浜駅とか、 周辺まあ、横浜駅周辺をスタートすればまあどの辺りだろうね、まあ、南に行けばまあ、戸塚大船あと藤沢ぐらい、まあ、北に行けばね川崎ぐらいかな、まあ、川崎って言っても広いからね正直、うん、まあ大体ね北に行けば川崎 南に行けば、まあ、戸塚とか、富士山ぐらいまでは全然、まあ、余裕かなというふうに思います。この前ね、あの、ぶっちゃけね、まあ、士山まで行ったんですよ、自転車で。自転車ですよ。まあ、その話をま,、ね、またやりたいなと思うんですけど、<laughs> 自転車で富士山まで行くとか言ってね、動画で、ねえー、撮ったんで、そちらも見ていただければと思います。 富士山までね、ぶっちゃけ自転車で行く人ね、そんないないですよ。うん、横浜からね、行く人ってね、いないですね、うん。あの、驚いてましたもん。ある場所行ったんですけど、<laughs> 驚いてましたね。そっから自転車で来るのみたいな。まあ、なかなかね、面白い、面白かったです。